たける、心を殺すことある。信号が足を引っ張る青空、待ってる暇がないんだ。コンクリートが溶けて花も歌るほどに熱かった。冬の重さに曲がった柵は未だに、柵の向こうの何かを必死に守ってる。肌着でも熱くて一肌脱ぐという言葉の意味を誤解した、溶かしたこの身すらも溺れていった。扇風機より首を振ってくれお前ら、自分の好きなように歌ってみればいいのにな。風は強く暖かくて花は身を散らせる。今のやつはブルーライトに思春期こじらせる。社会に取り込まれる前にのめり込む。自分の言葉だけで君の心を奮い立たせる。理想と縛り合って迷うに本当そうな日々が人と良い愛ぞぞとしてしまうような、鍵かけたしもう行かなくちゃ、借り物の言葉捨てなくちゃ、北風に舞った花が見よう。はい、ちょっと分かりました。見たいと思います。初めまして。とりあえずその視聴者の方からこうリクエストいただくというか、うんうん、それでちょっと複数の方からいただきまして、不思議、ありがとうございます。はい、でそれで、あ、なんかもしまあちょっとダメ元でというか、オファーしてみたら、ちょっと受けてくださいということで、ありがとうございます。いやいや、なんかあれですよね、はい、こう昔テレビ局で働いてた時代の人脈を使ってお金にしてるんですよね。そうですね。で、要はガーシーチャンネルのまとも版みたいなことですよね。あ、まあそういうか手法。困ってるやん。そうとも取れなくもない感じですね。いや、ブラスさんは最近のスケジュールはどんな感じなんですか。1週間ぐらいのなんか。いやー、まあ、YouTube を撮る日もあれば、はい、まあ、テレビの日もあれば、はい、まあ、週2回3回ぐらいテレビがあるかな。ほうほうほう。で、大阪のテレビとかも最近ちょっと出させてもらったりとかしてますけどね。そうだろう。アウトデラックスとかももう終わっちゃいましたけど。終わっちゃった。くだらない番組が終わっちゃったわ。まあね、くだらない番組になっちゃった他の。ああ、そう。まあね。ブラスさん年齢も何歳なんですか。30です。30で、うん、ご自身の肩書き的なものだと何て言ってるんですか。タレントコラムニストみたいな感じかな、うんうんうん、コラムニストって言ってます。結構コラム書いてたんで、ずっと。あ、そう、連載が多いんですか。そうです、そうです、うん、生まれはロシアってことですね。そう、あれは1992年のね、4月20日でしたね、はい、に生まれて、生まれました。ちょうどソ連が91年の12月末に崩壊してるんで、あ、世の中が混乱の中生まれたんですね。そう、超お金のない一番貧乏な時期でしたね、ロシアが。はあ。だからね、それで生まれて、はい、まあ、最初はね、お父さんお母さんどっちもロシア人仲良くしとったけど、はいはい、お金ないとかやっぱ揉め事が増えるんですね、うんうんうん、離婚しまして、はあ、何歳ぐらいで離婚されたんですか。5歳ぐらいの時ですね。あ、5歳ぐらいの、そのお父さんとお母さんがお別れになるぐらいの記憶ってあるんですか。ある。どんな印象ですか。なんかね、取り合ってた。あ、取り合ってたのをめっちゃ分かってた、自分でも。あ、じゃあその自分を巡って言い争いしてるなってのがなんとなく。そうそうそう、まあ、5歳とかも4歳ぐらいからその別れる、別居するなどの下りがあって、はい、お母さん側で預かって、はい、幼稚園行ったら、幼稚園帰る時にお父さんが迎えに来るのね、はい、でお父さんの家に今度帰って、そしたら今度次の日はもう幼稚園行かんでよくて、はい、ほんでしばらくするとまた違う幼稚園に行く、はあ、勝手に幼稚園変えられるの、はあ、でその幼稚園にしばらく行ってたら、ある日今度お母さんが迎えに来て、また今度違う幼稚園に入れられて、はあ、幼稚園は何回もこう、はあ、で今ブラスはどこにの幼稚園に通ってんねんでみたいなのをこう親戚が探すもうみたいなのがあって、へ、でそのぐらい取り合ってたのを覚えてる。で子供ながらに分かってた、あ、取り合ってんねんなこれっつって、へ、その自分の家がちょっと今普通の人よりおかしいんだなってのもなんか子供ながらになんか考えて、でも当時はソ連崩壊してめちゃくちゃお金ない時期やったから、そういう人いっぱいいた。あ、そうか。もう離婚率がすっごい上がって、みんなやっぱ周りの友達、うちも親離婚してるわみたいな。子供でも平気で全然離婚とか普通で。へえ。何も幼稚園で離婚ってワードが出るぐらいの感じなんですね。うんうんうん、へ、別れたっていうのが。
ちなみにロシアのどこら辺なんですか、の町なんですか。ハバロフスク。ハバロフスク聞いたことないと思うけど、成田から2時間ぐらいで行ける。あ、じゃあそのウラジオストクとかそう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 、もともと東の首都っていうのが、極東の首都っていうのがハバロフスクやったんですよ。で数年前にウラジオストクに変わった。もともと東といえばハバロフスク、東側っていうかアジア側っていう、そんななんかまあ大きな町だと思いますよ。あ、そう、うん、へ、それでじゃあその5歳で別れになってどうなってくるんですか。で別れてお母さんがね、なんか当時歌を歌ったり踊ったりするロシアの伝統舞踊かなんかのそういう団体に入ってて、なんで結構ね転々といろんな地域、ロシア国内も回ったかし国外も回ってた。でその中で一回日本に行って半年ぐらい日本で活動するっていうので離れて、よくしばらくおじいちゃんとおばあちゃんが預かって、おじいちゃんとおばあちゃんに育てられながらおったんやけども、帰ってきたらなんか新しいお父さんやでっつって日本のお父さんがついてきたんやね。え、そのロシアの家、うんうん、お母さん迎えに行ったら半年言うたら子供にとっては長い、うん、長いんやけども、なんかすっごい楽しみにしとって、うわーって思ってお母さんが空港から出てきたら後ろに日本人のなんか新しい男性がついてきてたっていうのをすごい覚えてるな。それはでもびっくりっていう感じなんですか。びっくりやったかな最初は。ショックではないんですか。ショックじゃなかった。もうね、なんかお父さんとお母さんあんまりこう一緒にね仲良くしてないんやろなっていうのも分かっとったし、取り合ってる現場とかも見とったから、ショックではなかったから。びっくりはあったけど、でもその時にねお父さんすごい気に入られようとしていっぱいお土産買ってきて、当時日本のやっぱまあねバブルが崩壊した直後とはいえロシアと比べて超金持ちな国だから、なんかラジコン買ってきたりいろんな駄菓子買ってきたりいろんなお土産買ってきて、うんうん、物に釣られたわ、でもじゃあまあなんか連れ合ってくれてる優しい人だなみたいな印象になって、そう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 、で一緒にやっぱ遊んでくれたりとかもしたから、うん、やっぱ別れておじいちゃんおばあちゃんに預けられてた半年間は前のお父さんと会うことは一回もなかったから、うん、あんまりこう親が遊んでくれるみたいなのがなくて、うん、おじいちゃんとかおばあちゃん遊んでくれたけど、なんかお父さんってこういうもんなんやなみたいな感じで改めて思ったな、その時に。そのお父さんとお母さんは、すぐに結婚するんですか。すぐではなかったかな、なんかしばらく韓国でデートしてた。ではお母さんが日本にビザ出すのもちょっと難しかったし、でお父さんもロシアに来てなんかこうデートするってなってもやっぱビザがねなかなか簡単に降りない国同士、お互いで、お互いにどこが降りやすいかっていうと韓国やったみたいで、週末になると韓国に行って韓国でデートして、でまたお互いの国に戻ってっていうのをしばらく繰り返してて、で、まあ、ある時お母さんがやっぱ結婚することになって、まあ、ロシアから私は日本に住むからブラスも一緒に日本に来るやろうみたいな感じで言われて、まあその頃にはいろんなね駄菓子とかそういうなんか物みたいなものに釣られてすっごいなんか金持ちの国に行くわと思っとったから、すごいウキウキママ当たり前行くやんっていう感じで行った。一緒に。じゃあそのブラスさんとその日本人のお父さんとはどうやってコミュニケーション取ってたんですか。その子供やから5、6歳ぐらいの頃のことやから、割とすぐに日本語覚えかけるみたいな。へえ。で最初身振り手振り、お父さんのね、やっぱパパって呼べへんかった最初の頃は、うん、カズって呼んでたんですよ、うん、カズがつく、うん、あの名前の人やったから。ですごい覚えてんのが、兵庫県姫路市に住んでたんだけども、どこかお店に行った時にお店のものをパッと落としたのね、うん、でその時にお父さんに向かって、あ、落ちたって僕が言った、うん、でそれすっごい喜んでて、とっさに出た言葉で、言葉が日本語やった、あ、落ちたっていう。それをすごい喜んでたの覚えてて、ほうほう、あ、こんななんか日本語話したら喜んでくれるんやみたいに感じて、そこから日本語でちょびちょび話してたな。で僕もともとロシアでは4歳から小学校にも通ってたの、飛び級で。そう、だから幼稚園取り合いとかしてる中で小学校にも行ったの。飛び級に入れて、そこからもう掛け算ぐらいまでできるようになってて、ほうほう、でまた日本に来て、でもう一回保育園やって言って、
でもやっぱロシア語しか喋られへんし、他の国の言葉ってそんな簡単にすぐに覚えられへんから、保育園とか幼稚園とかも外国語、ましてや英語でもない外国語を喋る子供を受け入れるとこないわみたいな感じになったけど、そんな中で唯一受け入れてくれたのが姫路市にあるあの広峰保育園っていうところ。あの今ちょっとね話題になってる方なんだけども、漫画家の星野ルネさんっていうカメルーン出身の、まあカメルーン人なんだけども日本で育った人のこうギャップだったりとか、そういうのをちょっと面白い風にして漫画に描いてる人がいるんだけど、その人が第1号の外国人だったみたいで、そこの成功例もあるからっていうので、うちの保育園やったらいいよって言って受け入れてくれて、でそこでまあ通ってる間に半年ぐらいででも日本語を覚えた気がする。そこからもう普通に日本の小学校行ってとか中学校行ってみたいな歩みが始まるんですか。そう、今後日本に住むんだったら日本に通った方が、日本の公立の学校に通った方が絶対いいでっていう風にお父さんも言ってたから、まあそれで普通に日本の学校に通って、だからね僕ねよくこれ今になっていっぱいいじめられたりしたんじゃないですかとかよく聞かれるけど、あんまいじめられてなかったよね。その社交的な性格とかそういうのも含めて、なんでやろうね、まあ、気が強かったのもあるかも。気が強いのもあるし、みんなとちょっと違うんやなっていうことを理解してたのか、何か話すときに歯に衣着せてた気がする。なるほど、いろいろ小学校ながら、普通にもう小学校くらい日本語別にもうペラペラだし、広めに保育園はねもうねあいうえおとかひらがなも教えてたからね。あ、でも読み書きもちょっとできる、ちょっと読めたりもしてたその時。じゃあお父さん何の仕事されてる人だったの。お父さんね、あのね採石の社長。あ、自営でやってらっしゃるじゃん。そう、社長やった、で当時神戸空港を作ってたから、へそこを埋め立てる時の医師の出所やって、うちの会社が。はー、超金持ちやって。で最初僕はやっぱ日本って金持ちの国やからそうなんやと思ってた。もうね家族用のプライベートの大きな船とか持ってて、はー、もうベッドルームが何個かあって、はー、キッチンあってリビングみたいなのがあって船でよ。あ、でも結構桁違いの金持ちですね。そう、ほんでそれを 何個か持ってたから、ほんであとはなんかジェットスキーももちろんあるし、なんかスピードが出る遊ぶ用の船もあったりとか。初めて日本に来た時はやっぱすごい、お父さんも普通に関西空港で待ってたらいいのに、お母さんと僕がロシアから日本に来るって、ハバロフスクから日本に来るっていう時もわざわざ新潟まで迎えに来てくれて、で新潟から一緒に飛行機に乗って関空に乗って来て、メルセデスよその時、メルセデスの大きいなんかもうブンブン言う、あ、すっごい車と思いながら、で日本もしかもやっぱ道もねなんかまっすぐなのね日本の道って。要はガタガタしない、穴が開いてたり舗装されてて、あ、すごい国と思いながら、プラスチックの国と思ったね最初。全部ね綺麗に見えるの窓から見てたら。ほんで宇多田ヒカルのオートマティックかかってたわ車の中で、初めて日本のやつ景色見た時。だから今でもやっぱたまに外国行った時とかにふと日本を思い出したらオートマティックかかる頭の中で。ちょっとその時が初めて見た外国、初めて見た日本、すごい記憶に残ってる。ほんで毎週どこか旅行行って美味しいもの食べて、極楽やなと思って。それって途中ぐらいではうちってめちゃくちゃ絡むじゃないかってことに気づくんですか。途中ぐらいか、小学校その 2,3 年生ぐらいの時とかにやっぱ友達の家遊びに行って、あ、うち日本の中でも割と金持ちだったんやって気づいて、でもねそれもね4年生ぐらいで終わる。そう、神戸空港が完成しちゃってね、石がなんか売れんくなったかなんかで倒産しちゃう。そんな極端に。そう、4年生ぐらいだと、はあ、で倒産して、この、ね、今でも覚えてるわ、夜逃げした家族みんなで。え、あ、お父さんから含めて。うん、どこに。長野県。長野県のね生坂村やったかな、はあ、そういう村があるんだけど、そこに潜伏して、借金取りに追われるだかなんだか知らんけど、詳しくやっぱ子供やから知らんけど、そういう人間でした。ほんでその後千葉とかにも車で行って、2週間かな3週間ぐらい逃げて、で帰ってきたら今度もう家がなくなってて、すごいちっちゃいマンションに引っ越した。でそのマンションからもう2ヶ月ぐらいで追い出されて、
でもっとボロい家に引っ越して、うん、で家具とかだけは立派やのにめっちゃボロい家にしばらく住んでたな。でも、ね、不思議と一番子供の時に記憶で残ってる幸せな思い出っていうのはやっぱりね、なんか夜逃げしてやっぱ潜伏してた時、へえ、家族みんなで頑張るぞみたいな。お父さんもすっごい大きい存在に見えてたけど、その時ばかりは等身大というか、うんうんうん、なんかみんなちょっとやっぱ遠慮があったのか、うんうん、ちょっとちっちゃく見えた。それがやっぱ人やなっていう風に感じたし、すごい楽しかった思い出ある子供の時に。ちょっと距離縮まったんですよ。それ距離縮まった、ね、やっぱりね、なんか親ガチャとか言うけどお金とかではない気はしてる。それで、うんうん、まあ、たまたまそのいいのも悪いのも経験したからやとは思うんやけども、うん、そっからお父さんは何の仕事したんですか。普通の会社員やったかな。あ、サラリーマンだったんですか。うん、あ、そんなお金持ちじゃない感じで、あ、当時ぐらいのなんとなくこういう風に自分になるんだろうなみたいな、なんとなくオフィスの高層階でコーヒーを飲んで楽してるっていう、何とかじゃなくて何もしたくなかった、働きたくなかったな。それより前は子供の頃は歌手になりたかった。あ、お母さんに習ってるじゃなくて、あのね、貧乏な国って音楽番組流行るの。あ、そうなんですか。うん、で日本だってやっぱ戦後ですからね、あの紅白歌合戦とか出てきたり、うん、やっぱ音楽番組ってすごい流行ってたと思う日本で。紅白歌合戦って当時はラジオ番組で、まあ、ちょっとでも戦後なんか明るい気持ちになるように音楽で明るい気持ちになれる、かつ男女で唯一対抗できるって言ったら歌やなっていうので始まった番組だったりするから、でそれと同じでおしゃーもずっとやっぱ音楽番組ばっかりになってて、テレビも。でその時にちょうど日本から送られてきた駄菓子でマイクの中にラムネが入ってる緑色のなんかあったの当時。そのマイクのラムネを食べて音楽番組に合わせてこう踊ってたね。だから歌手になりたかった、その時は。ああ、なるほど。それでいつしか楽したいのもあって、それがいつしかやっぱ歌手も大変そうやなっていう。中国とかは成績っていうんですか、いわゆるそのどんな感じ、普通とか中の中だったと思う。それ中の中の高校に行ったんですか。で中の中の高校に行ったけど、その時高校行った時好きな子できて、うんうん、で普通クラスに行ったけど、で僕好きな子には絶対に負けたくないの。その人よりも上でいたい、うんうん、なんかいろんな面において、うん、多分自信がないからやと思うんだけど、でその子が、まあ、スポーツ部活もやっててすごいスポーツでもいい成績残してるし、学校の中でもめっちゃいい成績やった、トップクラス、うんうん、あ、これ負けられへんわと思ってその1年生の時にめっちゃ勉強して、ほんで古文現代文漢文とか全部学年1位取った、私が。ほんで2年生から特進理系に行った、特進クラス、うんうん、でそれは賢い、すごい賢いクラスで、理系だから芋みたいなとこしかおらんかったわ、そこは。ほんまにそこで離れてもって、結局せっかく頑張って勉強したのに。なるほど。その人は頭いいけど特進クラス行かなかった。スポーツやってる子やと特進クラス行ったらスポーツできる、部活禁止やったから。もうすっごい最悪やった、ほんまに。そもそも7時間目まであるので、ね、高校、ほんでその前に朝補習1、朝補習2っていうのがある、めっちゃ早く来ないといけない。ほんで7時間目終わったら放課後の補習1、放課後の補習2って言って、もうトータルで7、8、9、10、11時間目ぐらいまである感じ。すっげー勉強します。そうですね、夏休みもなかったし部活も禁止やから、その代わりに夏休み来て学校で勉強しましょうっていう。へえ。ちなみにその人好きだけど別に部活とかしなかったの。しないってこっちいいだもん。あー、コースストレートやったし。そっか、初恋が言ってた。初恋は小2かな。なんで相手だろう。でも同級生の男の子。告白したことはあったんですか、それまで。ないないない。でも絶対告白なんか未だにしたことない。そうなの。うん。じゃあその告白についてなんかその相談したこととかあるんですか。それこの人好きなんだよ。うん、ない。でずっと割とその内に秘めたさ、そのセクシャリティに関しては。うんうん、
大人になったらなんか治るやろみたいな、今まだ子供やから定まってへんのかなって、それがおかしいとも思ってなかった、うん、いきなりみんな女の子に興味持つとか思ってなくて、初めてその自分がゲイというジャンルだっていうのが分かったのはパソコン買ってインターネットに触れてから、それどうする中1、2ぐらい、うんうん、普通の人は女の人を好きになるんやって、その時まで映画とかいろいろドラマも見とったのに気づかんかった、知らんかった、なるほどね、たまたま女の人と男の人が付き合ってるパターンがこれは取り上げられてるけど、別になんかその男が男好きになってその後女を好きになったりもするんやと思って、うんうん、それがどうやら違うと、で自分も一回だけね女の子と付き合ったことある、中1の時に一個先輩ですごいアタックしてきたからその人と付き合ってみたけど、あんまりやっぱり性的にはそういう風な感じにはならんかったから別れて、あーなるほど、そうっすね、メディアみたいなもんに出始めたのいつなんですか。僕もともと高校生の時にニコ動やってたの、ニコ生っていうのが当時流行ってて、顔出してそれでみんなと喋る、あーでもよコメントめっちゃ流れてきてるんだよ、そう、そのコメント見ていろいろやったわ、うん、あの SM 配信ってのもやった、へー、革ジャン着てベルト持って、へー恥ずかしいけど、ほんでコメント流れてきたコメントに対してそう S っぽいこと言ってバシッとカメラに向かって、でもそういうなんかいつぐらいからそういうなんかその人のことを喜ばせたいみたいな、高 3? 高 2? あ、それからそういう気持ちはなかったんですか。そんなにね目立ったようにしてたかも、やっぱさっき言ったように子供の頃歯に気に着せぬみたいなものをやってたっていうのはある意味では例えば目立たんように音楽界でも普通やったら太鼓したり木琴したりなんかちょっと目立つやつやりたいけど、自分はやっぱあえてリコーダーを志望してたし、徒競走も2位とか3位ぐらいになるようにしとったし、わざと、うん、あんま目立ってたらあいつ外国人やからそんなんずるやわとかってなったりするやろうなとか思ってたから、はあ、あんま目立たんようにしとった気がする、その他方は何でそのニコ生で外れるのかさ、やりたいと思ってパソコン買って、うん、ヤフー知恵袋読んだりとかいろいろしとって、ほんでニコニコ動画っていうのに出会って、生放送っていうのに出会ったけど、すごいなんか自分の中では画期的だった。今リアルタイムに人が映像で動いてて、それに対してコメントを書き込んだら反応してくれるっていうのがめっちゃ画期的やなと思って、で普通めっちゃ楽しかった。それがでとあるイケメンの子が配信しててなんかいろいろ書いたりしてしてるのがすっごい楽しくて、でその時にやっぱ初めてゲイみたいな人がニコ生主をやってるのを見て触れたんやろな、ゲイの人にそこで、でなんかこう仲間じゃないけど感じて、あ自分もこういうのやってみようかなってそこからちょっと憧れて、で当時はまだね顔を出してネットで配信するっていうのは頭のおかしいやつがすることだった。普通はそんなもう黒歴史になるようなデジタルタトゥーになるから、そんなもん出して今みたいにインスタグラムでみんな出すような感じじゃなかったし、変な人扱いやったから、でそこでもやっぱ顔出してたから、そしたらまあどんどんバズって料理配信やったり東京とかにたまに来るようになって、自分のなんかラジオ番組みたいなの持ったよその時。ああ、もうドワンゴで。そっか、ニコ生主でバッと売れちゃったんですね。売れた、そうですね。ヴィーラの金曜ニコラジやるしか生のしかってなっちゃった。ちょっと下ネタやけど。ああ、もうじゃあ面白いってなって。うん。いつ上京したんですか完全に。20歳。おお。学校変わったんですか。うん。やめた。やめた。やめちゃったの。まあ、でもめっちゃ稼げてた。でしょうね。月70とか稼いでたから、当時 その高校とか18、9ぐらいの子が月そんな稼いだら人生ちょろいと思うじゃない、なんでこんな学校とかめんどくさい、それより今こっちに集中して稼いだ方がお金になるしって言って、もっと稼ぐぞって言って上京したの。そう、そカバン一つで出てきた。ニコ生のその何かその調子いい感じはどれぐらい続くんですか。上京してわずか半年ぐらいで終わったかな、調子いい時は。それなんで崩れてたんですか。やっぱりアンチコメントに答えた、その時は。あ面白いことせんとあかんと、今こういう人気になってきて人がいっぱい見てくれてるってなった時に、あこれ期待外したらあかんなという、
いろんな人が配信始める前からもう待機してもう 何百人とかって人がずっと見てて、でこれに期待に応えなきゃっていうので、おもろいことせなあかん、おもろいことせなあかんで、自分の中でおもろいこと言わんとあかんと思って、ほんでおもろいなって自分で思って話してることに対してつまんないとか死ねみたいなコメントがパッと流れて、で人って多分ね防衛本能やと思うんだけど、いいコメントより悪いコメントパッと絶対見つけちゃうのよ。ほんでそれパッとつまんないっていうのが流れて、ほんでその下にもう一つぐらいつまんないっていうのが流れたら、コメントがもう全部つまんないしね、うん、に見えちゃった、うんうんうん、でその配信ずっとね保存してたんだけども、その5年後ぐらいに見返したら本当に 2,3 個ぐらいしか悪いコメントなかったんだけど、やっぱ当時はもうそれに見えちゃって全部が悪い、もうみんなに今批判されてるわってなって、もう今こんなんやったってしょうがないっつってやめて普通に就職した。人前に出る仕事はもう絶対しないって決めて。何の仕事？普通の会社。何系ってことですか？さっといてほしいんだけど、っていう会社ある。あそこの会、あそこに入った。で、何するんですか？そこで退職率を良くするために辞めそうな人の悩み相談を聞きまくるっていうのをずっとやってた、最後の方は。そんな仕事あるんですか？まあ、あるというかもう勝手に任命されて、いろんな人がこう辞めたい辞めたいっていうのを聞いて、基本的には辞めないように全部良くするけど、話聞いてたらこの人辞めた方がこの人の人絶対良くないなっていう人がたまに出てくるから、それ自分の判断でこっそり辞めた方がええわって言って言ってた。すごい、そういう人事みたいな仕事するんだけど、その期間はどれくらいあるんですか？2,3 年ぐらいかな。でそれまたお辞めになるんです？うん、それはずっとこのタレント活動する直前までずっとやってた。やっぱりね、いろいろみんなの悩みを聞いたりとか、会社でいろいろ聞いてたから、いろいろこう社会について書きたくなったりして、ツイッターにいろいろ書いたり、フェイスブックにいろいろ書いてたの。でフォロワーはまあまあ当時のニコ動のあれがあったからフォロワーもいて、でスカウト、知事のタレントになりませんかみたいなのが何個かあったの。全部断ってた。やっぱり人前に出たくないから。で絶対人前に出えへんと思ってたから、絶対出えへんと思ってたけど、ある時 Facebook で女装をした人が一回だけご飯食べてほしいっていうのでずっとアプローチをしてきてて、何この女装と思って、でよくよく話を聞いたら、うちコラムの枠があって、コラムの枠を当ててぜひ書いてほしいね、コラムを書いてほしいんですよっていう、何やなと思って、なんか多分詐欺やなと思いながら女装してる人やったし、で一回だけでもあまりにもしつこいから会ってみたの。そしたらコラムだけじゃなくて、やっぱりタレントとしてうちの事務所に所属をして、それでコラムを書くとかそういう仕事もやってほしいんだっていうお誘いやったから、またタレントとかそっちのなんか人前に出る系のやつかと思って断って、池袋の居酒屋やったけど、すいませんって言って出て行って、今でも覚えてるわ。でそしたらピロンってメッセージが来て、でそのメッセージに書いてたのが、ブラス今僕のこと見て勃起してたでしょって書いてたの。僕はそのカチンときた、てめえなんかには興奮しねえよと、バカにするんじゃないとこの野郎って思って、一発ちょっとちゃんと怒ってやろうと思って、その居酒屋に戻っていって、で何やかんやって所属した。え要はその人も何とか戻ってほしいから、そういう挑発の言葉として書いたんや、でそれぐらい本気やから書いたんやみたいなこと言ったから、なんかちょっと普通の人じゃないなと思って、面白いなと思った、面白いなと思った、この私を引き止めるのに勃起を使ったこいつと思って、一番自分が腹立つことを、すごいでも勇気ですね。そうそう、とかダメ元だから、ダメ元だからいいのか、ぶっ壊れてもいいのか、もう別にその関係がどうなってもよかった。そう、へえ、ズバッと自分をこう引き返させたっていうのは本当才能ある人やなと思って、だからその人がいろんなとこ営業してくれてテレビに出てたりとかしていったっていうのもあるんやと思う。多分優秀なんだと、変な人やけど。へえ、じゃあそれでそれ所属して辞めるんですか？でも副業、OK、所属して副業というか、まあ、コラム書くぐらいなら OK や、そしたらそのコラムが徐々にやっぱ Yahoo ニュースとかでアップされたりして、
ちょっとずつこうコメントもつくようになって、そしたらまあマネージャーもちょっとなんかいろいろ売っていきたいねっていう風になってきて、何個かテレビ番組出させてもらって、で最初はやっぱロシア人だったから、まあ小原ブラスで出るんじゃなくて、名前の前にもう国旗がつく番組あるじゃないですか、ああいう番組に呼ばれて、それで初めて日本に来て驚いたこととか話させられたり、変に日本を褒めて、いわゆるこうホルホル番組みたいな、ああいうのばっかりやったから呼ばれるのが、こんなんやったってしょうがないわ、あとは再現部位みたいなんだったりとか、僕はそんなんやりたくないし意味ないなと思って、いろいろどうやって売り出そうかねっていうのを考えた時に、補聴器を急にそのマネージャーが買ってきて、補聴器をつけて人の股間に当てて経験人数を当てるっていう芸をやったらそれはほんまにやらんでよかったなと今になって思うんやけど、それは嫌って言ってやらんかったんですけど、コラムは人気あったけどそれ以外で出れるとこがなくて、何に出ていいかもわからんかって迷走してて、である時花園神社に行ったの。花園神社って芸能の神様が入ってるんですよ、うん、境内の中に、うん、でそこでお祈りしたのを、私はやっぱり芸能界でなんか今せっかくこういうのに挑戦してるから、こういう芸能の仕事とかやっていきたいですよって、うん、でもうその代わりに今後男はできなくていいです、うん、一切男はできなくていいけども、その代わり仕事をくださいって言ってお願いしに行ったの、うん、それ行った1週間後に個人に夢中とアウトデラックスレギュラー決まったの。へえ、そう、アウトデラックスってその1回あ出てたんですか、お祈りして、ほんでその後にアウトデラックスの収録来ませんかっていうお誘いがあって、うん、アウトデラックス行って収録して、ほんでその日に帰りのタクシーで、あのアウトデラックスレギュラーになってくださいっていう電話来てなった。ご自分は実はその半年前にお試しで一回出たことがあったんやけども、まあ、その時そんな手応えはあんまなかったというか、うん、それでもなんかレギュラーにこの4月からお願いしますっていうふうになって、ほぼ同時期にアウトデラックスと個人の夢中で始めて、でその後特ダネとか出るようになって、で目覚まし8、今やったらポップアップとか、うん、で YouTube とかを始めるのがいいかですか。 YouTube はちょうどそのちょっと前ぐらい、アウトデラックスとかが決まるちょっと前ぐらいに、もう一人ね、事務所に中庭アレクサンドラっていうロシア人で関西育ちの子がおったから、その子のプロフィールとか、あと自分のプロフィールにも関西弁喋りますみたいなのを書くんですよ。でそのプロフィール配っても関西弁喋るって言ってもどんくらい喋るか分からへんから、その時についでにこう URL として動画を見せれたらいいなっていうので一緒に組んで、資料用に動画作りませんみたいな感じで、資料用に動画を何本か撮って、でこんだけ話せるんですよっていうのをアップした。あ、それがまあそのテレビの稼働とともに、まあそう YouTube 自体もまあ回るようになって、それまではあんまりそんな回らんかったし、再生もされてなかったけど、今だから本当に花園行ってから、へえ、まあ、でもそれも多分やけど、そのね、神様だどうだとかそういうことではなくて、やっぱ自分の中で吹っ切れたんちゃうかなと思って、やっぱどこかで彼氏候補が見てるんじゃないかとか、ちょっとやっぱカッコつけの自分がいたんやと思う。あ、そうか、好きな人には見られたくない、自分は出さないぞみたいな、そうそれを吹っ切れたんやと、そういう意味やと、なるほどね、うん、だからそっから全然おらへんわ誰も。あ、そうなんですか、どんな感じなんですか。うーん、2、3年ぐらい、その当時からやったら全然気配もないわ。なるほどね。どんな人も好きなんですか。町田啓太みたいな人。町田啓太。最初はね、あの野村周平が良かった。ああ、でもあの人ちょっと悪な感じでね、うんうんうん。実際の生活もちょっと悪な感じだったし、可愛いなと思って見とったけど、ちょっとどうも私の手には負えないなと、インスタとかを見てると思うようになって、そこから町田啓太に移ったり。あ、戦争とか始まってるから日本人じゃないですか、言ったらもう5歳からずっと、うんうん、でもやっぱ来るっすか、そういうなんかその一方的な攻撃、一方的なんて言ったら国と国のことだから分かってくるし、それもね、自分この戦争始まってから、結構メディアに出て、うん、でいろいろ
話してたんですよ。ものすごくびっくりするぐらい取材の依頼みたいなのが来て、うん、もう朝 TBS 行って、昼テレ朝行って、ほんで夜日テレ行ってみたいな、なんかもうそれがすごい続いたんですよ。すごい取材があって、で今は辞めたんですよ、その取材受けるのも、うん、というのも取材受けるときにまさにそれ聞かれる、うん、ロシア人として誹謗中傷されてるんじゃないですかって、うん、で僕は確かに来てます、誹謗中傷というか、まあ、いろんなコメントとか DM とか来てますが、ただ圧倒的に応援のコメントが多いんですよね、うんうん、全然その僕の周りのお友達とか僕のことを知ってる人は分かってくれてるもん、うんうんうん、知らん人はね送るかもしれんし、それでもやっぱり日本の方って割とみんなある程度はちゃんと理性のある国民性もあるし、理性ある人も多いから、そんな直接人にね危害加えるような言葉を投げる人って、あ、もうそれは少数派ですよ、少数派やけど、まあ、ないことはない。だから僕はそんなに今困ってませんよっていうことを言ったら、でもどんなんが来てるんですかって聞かれるだからまあ見せるじゃないそれを、はあはあ、そしたら今度ね、まあ、どんなニュースになるかっていうと、ロシア人への相次ぐ誹謗中傷みたいな、コバラグラスは語るって言ってその部分が取り上げられるわけですよ。そしてそれを見た視聴者がどう感じるかっていうと、加害者側の国の人は今のウクライナのことを心配することもなく、自分たちが被害者面をしているんだと、今度その批判になる。だからメディアに出てその誹謗中傷されてるっていうことを私たちが言ってもダメなんだよね。それは日本の方とかそういう人たちが自分たちで気づいて動くべきことであって、私たちがそれを言うと被害者面してるようにしか見えないもん。でもちろんそんな誹謗中傷なんかよりもウクライナで実際に起きてることの方が心配だし、もっと大変やと思う、ウクライナの人は実際に爆弾飛んできて、うん、だから私たちってあんまりね何を言うこともできない今は。はあ、まあそうですね。ウクライナのことを心配してますっていうことを言っても、じゃあ心配してるんやったらロシアに行ってデモとかして止めてくいよっていう風になるわけですよね。で最初はね、じゃあ黙ってたら黙ってたで、何も言わなかったらロシアを肯定してるんじゃないかみたいな、ロシアのことを実は裏で肯定してるから黙ってるんだ、動かない、ここで何も動かないっていうのは加担してるも同然だっていう批判が起こるわけですよ。でそれに対してじゃあロシアの批判をしたら、今度じゃあそんな批判をするんだったらそんなの偽善だと、偽善だからもっと本当に批判するんだったらロシアに行って実際にデモでもしてそれで止めてこいよっていう風な批判に今度なるわけですよね。かといってやっぱ僕も最初メディア結構出させてもらったから、それでもっとこう過激なねロシア政府批判とかを何度も繰り返したけど、そうするといやこいつは戦争をこうやって批判することによってこうやっていっぱいメディアに出て金儲けをしてるじゃない、戦争ビジネスだよこんなんっていう批判が今度、はあ、何を言っていいんだろう。でも一つやっぱ思ったのが、やっぱり僕はいい人じゃないなって思った、うんうん、というのも本当にね究極的にいろいろ考えたわけ、うん、そういういろんなあらゆる方向から誹謗中傷来るけども、じゃあ確かにロシアに行って、まあ、僕ロシア語もね読み書きはできないけどある程度喋ることはできるから、うんうん、でまあ、あのロシア政府批判をして向こうで、まあ、逮捕されるとかね、場合によっては、まあ、今後法律が変わって死刑になるかもしれへんし、何が起こるか分かんないわけじゃないですか。でそういう選択を取ることもできるわけ、うん、でも僕がそれをやらないのってやっぱ他人の命より自分の命が大事やからよね。ここの前提は僕やっぱあるなと思って、自分の中でどんなに気前のいいことを言っても結局目の前で、例えばじゃあ子供が殺されてます、でその子供を守るために自分の人生や命もしくは自分の家族の命を危険にさらすことができるかっていうと僕はできひんのよ、うん、それで批判する人はそういう時に自分の命をね危険にさらして守れるような立派な方かもしれへんけども、
僕はそんな立派な人ではないなと、自分で思ってるから、だからその批判はもう仕方ないなっていう感じで受け入れてる。自分の命投げ出せます？他人の子供を守るために。自分の子供でも相当な勇気を、命を危険にさらすっていうのは、だからやっぱそういう意味では弱いなと、自分もロシアに例えばじゃあ今行っても部屋の借り方もわからへん、どうやって生活するかもわからへん、今ある生活基盤全部投げ出してゼロ円からですよね。で逆にそれでどうやって活動していくもわからへん、でも本気になってやろうと思えばできるよね、もし自分の人生や命を投げ出してやろうと思えば。だからそこまでのやっぱり覚悟は僕にはない、自分の人生や命が一番大事。うさいから25年間ずっと日本に住んでるんですよ、いきなり急にそんなこと言ったら発砲したんですよね、ずっと。とか何喋っても言われちゃうみたいな、何喋っていいかも分かんない。やっぱ YouTube に動画アップしても広告がついてる、金稼いでるとか、ツイッターでね、誕生日祝ってもらいましたってアップしても、ウクライナの人は誕生日も祝われへんのにってなるし、かといってロシア批判ばっかしとったら今度は偽善者だとか、場合によってはね、ロシア側の擁護する人からも批判されたりとか、ロシア人からはやっぱり売国奴だって言われたりもするし、唯一良かったのは、よくはないんだけども、向こうに家族が今おらへん、ロシアに。おじいちゃんとおばあちゃんがね、昨年末にコロナで死んじゃったの。いつもおじいちゃんおばあちゃんに会いに行くってことはあったけど、それがなくなったから向こうに行くことはないなって感じだから、そこは楽かなと。今はでも、基本的に YouTube もやってるし、テレビ番組もしてるし、で今はね、テレビに出るって言ってもあんまりウクライナ情勢では出てない、ウクライナ情勢についてどうのこうのっていうのはちょっと、番組にもよりますが結構断っちゃってる。今の話聞いたら何言っていいかは分かんないし、ウクライナの人がそれをね、いろんな難民の人も出てきてる中で、現地を見もしてない5歳から日本に育ってるロシア人がなんか偉そうに言ってる姿とか見てどう感じるんかも分からへんし、プーチン政権の下で暮らしたこと一回もないですもんね。何、その夏休みにロシア行ったりとかはしてましたけど、そもそもね、不正選挙だなんだとかっていうのはよく言われてるんだけども、30半ばぐらいまでの人って選挙権が与えられた頃にはもうプーチンの独裁基盤ができてたの。まともに選挙なんかしたことない、みんな、これ僕だけじゃない、投票というものをしてるけど、プーチンじゃない人にしようと思っても、この人にしようと思った人は消されてたりとか、殺されちゃったりとか、逮捕されちゃったりとかもするし、であと残ってるわけのわからへん極右政党だったりとか、なんかいろいろあるけども、インターネット投票が始まって、そのインターネット投票もなんか不正がされてるとかっていうか、何投票しても結局プーチンになるっていう状態の中で、要はもう独裁体制ができてる中で大人になっちゃってるから、あんま政治にまともに参加してる人っておらへん、ロシアで。だからもしも参加するってなったら、一回やっぱりクーデターみたいな起こして、もう根幹から国を変えん限りは無理やろなと。もうそれを起こすにはやっぱり命が、自分の命を危険にさらす、で自分だけじゃなくて自分の家族や子供の命を危険にさらすっていうことになるから、それができるようになるのかならないのか分かんないけど、これ日本で基本的にタレント業を邁進していきたいですか？タレントをやりたい、タレントをやって発信力つけたいなと思う、僕は。ちょっと今情勢も真逆になってるけども、ロシアで生まれて日本で育ってる、この見た目、自分が思ってることを口に出すときに、例えば僕が日本の見た目やったら、日本についての不満を言っても、例えば税金があれが高いとか、今の政治の頃が気に食わへんとか、何かがどうとか、あとハンコ文化、未だにずっとハンコ文化、何もやめたらええのにとか、そういうことを日本の人が言ったら、なんか日本についていろいろ考えてる人になるけども、
僕がもしも言ったら、じゃあ国に帰ればいいやって言われる立場だと思うんですよね。で、僕5歳から日本にいるから、日本が好きなのか嫌いなのかって言われたら、そんなこと考えることもないですよっていうのが答えなんですよ。日本の人もずっと日本に生まれて育ってる人って、日本好きですかって言われたら、なんて答えます？自分のお母さん好き嫌いって言ってるのと一緒のような質問。でもお母さんに対しての不満なところもあれば、でももちろん好きっていう前提は好きやし、まあ、そうじゃない人もおるかもしれへんけど、ってなった時にお母さんに対する不満も何一つ言ってはいけない様子なんですよ。でロシアに帰ればいいやんって言うけど、ロシア帰る感覚じゃないから、行く感覚やし、ロシアに実際育ってないしっていうのもあるから、なんか不満を言った時に、まあこういう歴史があるだろうけどねとか、こういうことが背景にあるからこうなってきてるんだろうけどねとかっていうフォローの言葉を入れたりとか、はあ、絶対するタイプ、うん、でそれが正直ね、多分しんどいというか、はあ、別に子供の頃からずっと日本で育ってる人なんぼでもおるから、その見た目はその人の見た目だけであって、アイデンティティっていうのは分からへんでって、要は日本人の見た目しててもほとんど日本に育ってない人もおるやん、うんうん、でそういうのをちょっとこうもうちょっと理解できる人が増えたら、もっと楽に生きれるんじゃないかなと思うんですよね。それが生きにくい一面はあるけども、それを利用してきてる一面もある、うん、やっぱ外国人だから得してる部分いっぱいある、うん、でもこうやってなんなら YouTube やったりテレビ出たりとかっていうのもある意味では外国人利用してるから得をしてる、ちゃんと利用したいなと思ってる、うん、その自分の今のこの見た目を、うん、自分が何ができるかっていうと、生きてて気づいたのは、日本の人に外国人について説明するときに言葉を選ぶ能力が子どもの頃から長けてるから、マイルドに伝えることができる。外国人ってこうなんだよねって。で逆に日本に来たばっかりの外国の人に、日本の人はこういうルールがあってこういう文化があるからこうなんだよっていうのを説明したときに、日本の人が言うよりも僕が言った方がなんか先輩外国人みたいに伝わるから、ちょっと説得力が増すんですよね。だからその中間になるような緩衝材みたいな役割になれたらいいなと思って、今後やっぱり移民とか増えてくると思う。移民賛成派反対派かって言われたら、僕別に賛成派ではないんだけども、ただまあ日本政府として今コロナ禍で一時的に外国人が減ってるけども、まあどんどん外国人受け入れようという方針で国は動いてる中で、これからどん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 外国人が増えてきたら絶対すごい衝突起こると思うんですよね。で日本の人のちょっとどうなんだろうと思ってる点としては、日本人ってなんでこうなのって言われた時に笑って終わるところ、厚切りジェイソンさんの Why Japanese people? みたいな言われた時にハハハって終わるじゃないですか、でもその Why の部分ちゃんと言った方がいいと思ってるんですよ、うん、こういう理由があってこうなんだよとか、こういう考えを持ってたからこういう歴史があったからこうなんだよみたいな、例えばなんで年功序列みたいな未だにやってんのとかって言われた時に、確かに年功序列古いよねって終わらせるのではなくて、欧米ではもしかしたら能力性っていうもので自分が向いてる不向きみたいなところで、どんどんこう仕事を辞めて向いてるところに自分が就職していくっていうスタイルかもしれないけど、日本ではやっぱり男が外に出て女は家にいて家庭を作って、ほんで能力があるなしに関わらず一つの会社に所属してずっと年齢が上がっていくごとに給料が上がっていくことによって家庭を守って、ある意味では安心を買ってたと思うんですよね。女の人の社会進出とかマイノリティを犠牲にしつつも、ある意味では家庭を家という制度をうまく維持するために年功序列っていうものをずっと採用してたから、日本人はどちらかというと安心の方が大事やったんだよね昔はって言えばいいと思うんですよ。だから欧米ではもちろんどんどん会社をみんな辞めていくから、働いてる人も、だから女の人雇おうと男の人雇おうと別にそのリスクに変わりないんですよ。別に辞めるのは男だろうと女だろうと見てなかったら辞めちゃうから。で日本の場合は女の人はやっぱ出産をするために辞めるとかっていうのがどうしてもその家を守っていくという制度の中で起きていたから、やっぱその場合に男性を雇った方が会社としてリスクが少ないみたいな状態になってたわけじゃないですか。だから
その基盤が違う中で、欧米は女性が社会進出をしている、日本はしていない、でこの部分だけを見て切り取るのは僕はちょっと違うなと、歴史が違うから、で歩んでいくべき、変えていくべき、アプローチする場所っていうのも違うはずなの、女性の社会進出に対して。でそういうことをうまく、なんで日本って例えばじゃあ女性そんなに進出しない、未だに進出しない、そんな古い考え方なのって言われた時に、こういう歴史があったから今徐々に変えようとしてて、まだまだ時間がかかってるけども、あの徐々に変えようとしてるんだよっていう説明ができたら、外国の人も決して日本が遅れた国とは思わないと。でもそこで母確かにって言っちゃうと、あ日本って遅れた国だなっていう認識のまま帰っていっちゃうじゃない、で違うのそれは、歴史が違うだけっていうだけのことだから、そういうとこまで言ってコミュニケーションほんまできたらいいのになと。でそのためには日本の人が、外国の移民がいっぱい来る中でぶつからんようにするには、日本の人がちゃんと日本も知っとかんとあかんなと、見とかんと。そんなのね、なんかいろいろ話したりしたいねんけど、出てるのが5時に夢中やからいやいや、でもそういうゾーンもね、あのあるちゃうんじゃないですか、5時に夢中わかんないけど、いやもうないな、あんまり下ネタばっかりやもう同じで悩み抱えそう、どんどん増えていくから、特にブラスさんみたいな人がね、そうこう一線で活躍してることによって、ね、そう、いや、嫌やったその国旗で見られるの、小原ブラスで見てほしい、うんうん、だから事務所もオールモストジャパニーズって事務所自分で立ち上げて、ほとんど日本人みたいな人を入れてる、うんうん、でも日本の人も入れてるけどね、うん、僕はその入れる入れないの点においては、移民受け入れた方がいいのかどうなのかっていうことに関しては賛成派ではないけど、もうその方針に行ってしまってるから、そうなった時にぶつからんようにするにはどうしたらいいんやろっていうのをすごくずっと考えて、その例えばね、日本って義務教育あるじゃないですか、で義務教育って日本人の子供の親に対する義務なんですよね、うん、で今いろんな移民を受け入れますってなった時に、外国から働きに来た人が子供も連れてくるんですよ、うん、すごい洗練されるから、うん、こんなに働いたら日本で儲かってこういう風にいい感じですよ、すごい洗練するから、ね、子供連れてくるんやけども、その時に子供が公立の学校に行くけど、言語が分からへんから馴染めない、うん、言語分からんかったら無理じゃないですか、学ぶので、それでインターナショナルスクールに入れた方がいいんじゃないと思うかもしれないけど、インターナショナルスクールめちゃくちゃ高い、うん、だから学校にも行かなくなる子がすごい多い、2万人ぐらいいる、日本人、その子たちには義務教育じゃないから、外国人の子やから、うん、でそういう子たちがどうなっていくかっていう、これはもうヨーロッパでもそうだったんだけども、だんだん教育受けてない子の仲間同士で集まっていく、ギャング化していったり犯罪を起こしたりするってなった時に、日本の人はどう見えるか、まあ、現地民の人がどう見えるかっていうと、移民は犯罪率も高いし、うん、悪いやつらだ、移民の子供たちもいやいやっつって、今度日本の人、現地民の人を嫌いになる、お互いに嫌い同士になる、僕はそんな世界では生きにくいですよね、うん、でそうなってほしくないから、外国人の子供の就学を支援する会っていうところの理事も最近やってたまに、やっぱ日本語を教えるために遠隔で日本語を教えるんだけど、自分もズーム参加して子供と話したり、でそういう子供たちと話してると、やっぱ日本で活躍している外国の人を見ると、なんかちょっと安心できるって、やっぱ希望になるって言ってた子供、うん、普通外国に行って日本語も全く、まあ、その国の言葉が全然わからない状態で勉強も遅れている中で、将来の夢はって聞かれた時に、なんて答えるんやろうって僕思って言いながら聞いたら、お医者さんになりたいって言ってることが多くて、で日本のことを同じモチベーションで教育受けようと頑張ってんねやなと思ったら、やっぱそういう子たちを見捨てるわけにいかんなと思う。外国の子を支援するのは外国の子のためだけじゃなくて、将来の日本が、日本の文化とかそういうものが損なわれんようにするためやでっていうことを伝えたいなとは思う。うん、でいい発想です、
なんかもっとおもろいこと言った方が良かった。あ、いやいや、これはめっちゃ面白かった。でもおもろいのはいっぱいね、アウトドラックスで十分発見でしたでしょ。そうね、はい、いや、ありがとうございました。ぜひ、いい感じで編集してください。お送りしますね。ありがとうございます。